こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。そして今日はお誕生日の方おめでとうございます。さあ今日無課金サバーカ芝居の丸やっていきたいと思います。はい、今日やっていきたいのはですね、5月のクエストレベル13まだやってないので、はい、メインアカウントではねもうちょっとやったんですけど、ちょっとこの芝居の丸でも挑戦していきたいと思います。それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね、ウルトラこの前の動画で、何だっけ、水の竜、オロチみたいな、名前出てこへん、グランエルベ、出てきた、をゲットしたんですけど、まあ、ここはね、ちょっとウルトラに、ウルトラくんにお任せしたいなと思って、こんな感じで食いました。それではご紹介します。はい。ウルトラに、スキルチェーン2つ、リラチェーン耐性、回収の武器つけております。で、こちらトリッシュですね。トリッシュにね、超覚醒バインド耐性。バインド多分どんなコインがあったの違うかなと思うんですけど、一応バインド耐性つけてます。で、バインド耐性にスキルチェーン4つ。で、HP の盛るやつ、最上位のやつを2つ。で、あとはこれね、徳川の武器。2ターン内でダメージ吸収と属性吸収無効化で、2ターン内で最大 HP が3倍なんですよね。これがめちゃくちゃ優秀でね、はい、ちょっとつけてます。はい。で、こちらカリンですね。カリンドラゴンですね。カリンドラゴン。この前生放送、作らせていただいた。はい。カリンドラゴンです。で、超覚醒冬上限解放に、これがね、サンデーコラボのモルなんとかの武器ですね。で、体力キラーと、あと、悪魔キラー、違う、暗闇耐性3つと、攻撃タイプ付与する。攻撃力アップか。もう全然言えてない。を付与する役割ですね。まあ、主にね、暗闇耐性ですね。で、こちらが、グレモリーですね。クリスマスグレモリーか。忘れたけど。に、超覚醒、回復エルジーに、スキルチェーン2つに、あとはスキルブースト、スキルプラスプラスプラス。で、あとね、これ、ウェイド・ウィルキンソン。マーベルの、武器つけてますね。で、4ターンヘイスの武器ですね。で、ここに暗闇2つあるんで、まあ、雲も耐性も補いつつ、で、さっきのサンデーの武器で暗闇も 100% にしようっていう感じですね。はい。で、こちらが、ドーナですね。ドーナに、小学生 L 字。で、これ消せない解除はね、アシスト無効回復は正直いらないんですけど、それだったら HP 持った方が多分いいと思うんですけど、もうついてたもんはついてたんで、そこは省エネでお願いします。あとね、なんか体力キラーもついてますけど、これも全然わかんないです。で、ダブルゼータガンダムの、アシスト、武器つけてます。で、こちらがフレンドさんの、ウルトラですね。はい。スキルチェーン4つに、神キラー2つ。で、あとは、スタイルチェンジ。もうこれが名前出てこうへんねんな。あ、ショーテル武器つけてまーす。はい。で、バッチは HP プラスですね。はい、それでは5月のクエスト、レベル13、対戦。よろしくお願いします。一回では勝てないんですよね。はい。はい。で、口調上下50分の1になった。はい。ここからね、制限時間が導入されるということで。はい。で、まずね、もういきなりね、ウルトラを最終段階まで持っていきますと。で、ウルトラはとりあえずね、両サイド、まず第一段階変身させて、で、この時に、徳川の武器使います。で、これダメージ吸収無効と、で、しかも HP 曲げてくれるっていうね、はい。で、これを使っといて、で、ウェイド・ウィルキンソン使って、で、4ターンで、帰ってくると。で、片方だけね、今回変身させて、はい。最近なんか攻略寄りになってるんですけど、決してね、そんなつもりはないというか、これチェック、吸収の方にチェックしてあげたら多分いいと思います。どうしてもその、一旦目に軽減が間に合わないんで、じゃあダメージ系、ダブル吸収しつつ、その HP を上げて、その自動回復量で、まあ、耐えようっていう作戦ですね。はい。で、その、一旦戦乗り切れば、その、スパイスガールが、蘇ってくるんで、蘇ってくるというか、上がってくるんで、はい。はい、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 はい。もう、スパイスガールありきですね、はい。軽減ありきですね、ウルトラ。怖いわ。はい。で、コードパターン変わりますと、はい、はい。で、このターンまでね、もう、HP が上がってるんで、もう、実質ダメージ、ノットダメージ。ノットダメージノットダメージって何や。もう光。はいはい。水4ギシした方がいいからね。はい。よーし、よし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 。よし。そんないらんけどね、光に相手に。よしよし。
次ね、ミネルヴァ。ミネルヴァ。そう、ミネルヴァの方が僕はありがたい。ミネルヴァのね、私、雲を置くでしょ？んで、この L 字をね、早解除しときたいんですよね、僕。で、僕はその、まあ、時間が多分余裕あると思うんで、で、ちょっとだけ、ね、ちょっと気持ちだけ攻撃して、全然 L 字なってん。全然 L 字なってん。今日の7時にアップしてるかな？この撮影時点では。で、ちょっと削っといて、で、暗闇行かないんで、オッケー。で、カリンドラゴン使って、で、そっからね、ブルートナン使ってあげて。ここはね、水属性をメインにアタックというか、その、攻撃ソースにした方がいいので、まあ、そんな感じですね。はい。カリンドラゴンがやっぱ冬でね、くっそ軽く出るんですよ。この50分の1程度の、あっぷんでくっそ軽く出るって誰が言った今。誰が言った。え？無効貫通でこんなもん。あ、そっか。あれか。やっぱ消去武器ないの辛いな。消去武器ないの辛いよ。ショーテル武器がないのは辛いようですね。多分これ、無効貫通ね、なくてもいけるんですよ。よいしょー、いい。次が僕ガブガブ出てきてほしいな。あー、出てこへんかー。しー。はい。わかりましたよ。回復、まあ、関係あらへんのですけどね、別に。んで、ここでダブルゼータの武器使って、で、ウルトラ使って、ここね、確かね、もう、もたつくとね、うっとうしいんですわ、結構。いや、もう、でも、やった僕、大昔なんで、はい。大昔言うても、はい。できれば、火がもうちょっと欲しかったけどね。あ、そっか、落ち込んだしか。よいしょ、OK。さあ。ね、回復にしてくるんすわ、これが鬱陶しい。ま、何を考えとるんや、ほんま。はい。で、はい。はい。ちょっと待って。火間に合わへん。オッケー。多分いけるんちゃうかな。落ち込むも復活してるでしょ？復活してないんかい。よし、来た。さあ、次ガブガブか？いや、ガブガブは1来るんや。できれば76に変えてくれる、この時に。で、出てきて欲しくはないんやけどな。スパイスガール使って。これ何タイプ？体力か。こうワンチャンで多分発狂ライン踏みそうなんで、ちょっとね、ほんま。ジャブ程度で。一旦ジャブ。ワンパンいけへんかもしれんので。お、やっぱ、オッケー。で、これぐらいで、この子結構優しいんですよね。この、あんま理不尽なことしてこないんですよ。で、ここで、さあ。はい。どないしましょう。これ、ここか。おし。あ、L 字組む言うたん、さっきか。よかった。あれ、L 字組んでへんなーと思って。たらそれはさっきやった。オッケー。ここで来るんかい。ここはね、貴重な76にしてくれるから、もうここで出てきてほしくないよ、お前は。ほんま狙ってるやろ、ガブガブ。ほんま、なんかこのさ、なんかさ、もう、ガブガブよ。もう今月も、ガブガブとの、もう戦いが始まりますね。ほんまそろそろ。いややな、もう。なんか、ウラシュラぐらいのね、ノリで出てきてくれたらいいのにね、なんかほんま、光に変えて、耐える？余裕でもないわ、危な。基礎 HP とか、また計算してないんで。はい。そこら辺はね、もう。あ、なんで水を、四つ石じゃなくて分割？まあでも仮にここら辺やったらね、まだ耐えれるんですよね。多分14とかになってくると耐えないんですよね。OK。
で、ここは、指奪われるでしょ。で、これドーナで、取り返すんですよ。ドーナの指、指伸びひんか、忘れた。まあ、いや。じゃあ1コンボした方がよかった？まあ、しゃあない。よしよし。ここ、ねえ。ちょっとミスったな、スキル使うの。オッケー。でも、ただあと4ターンでも持ってきてくれるんで、まあ、こいつに越したことないよね、っていう。はい。いや、ちょっと水甘いや、もうええわ。OK! で、ここ、カリンドラゴンがね、無効貫通の能力しか発揮できないんで、一旦ここスイートワード使ってあげて、余ってるんで、バルディンがね、出てこなかったんで。で、こっから、よしよし。で、はい。よし。あれ？はい、キーはね、ちょっとあんま、できれば打ってほしいんですけど。よしよし。で、あとは、キーだけちょっと四つ消し、え？もう全力でも削れへんか、どうせ。削れへんかな。どうやろう。つうか、まあ、全力でパズルして、この程度なんですけどね。よしよし。で、やばい、よし、ああ、そんな削らんでいいよ。おー、やぶね。オッケー。いやー、これ、ちょっときついっすね。三つ消し。次どうな帰ってくるでしょ？光多めの方がいいか、じゃあ。キーだけ消しとこ。光も消えとる、バッチリ消えとる。OK。光もバッチリ消えとると。はい。で、トゥインクルダーク使って、で、コンボ傘も入るんで、スカリンドラゴンはお休みしようか、今日は。はい。あー、ちょっと火が間に合わなかったけど、ちょ、木は落ちて込んでいいからな、ほんま。木は落ちてくのよ。行ってしまえ！よし！ごめんなさい。まさかの一発で勝てると思ってなかったです。それでは、いっしょいただきましょうか。よーし！ごめんなさい。ちょっと自分でも予想通りにことが励みすはず、進みすぎて、びっくりなんですけど、ちょっとただの攻略動画みたいになってしまった。あー、すごい。ちょっと感動しております。はい。それではこの動画はここら辺でちょっとお開きにしたいと思います。レベル13ね、クリアされてないという方は、こんな感じでも全然簡単に勝てるんで、いや、昨日考えてよかった、この編成。はい。はい、よかった。どなたかの、カメテルもカメカメ、どなたかの、参考になれば幸いでございます。はい。ちょっとあんまトーク頑張れてないね、最近。はい。それはちょっと反省ですね。はい。ちょっとお笑いパズルは反省です。はい。それでは、もしよかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。あとね、概要欄に、活動一覧という欄があって、そこのリンクを踏んでいただければ、僕の SNS、なんか1個出てくるんで、なんか1個じゃなくて全部出てくるんで、なんか1個なんかお気に召したものがあれば、フォローしてくださるとありがたいです。はい。それでは、また次回お会いしましょうか。ちょっとね、長老でね、次仮面ライダー、またおかわり何回目やろっていうガチャをちょっとね、動画撮りたいと思ってるんで、そちらもぜひね、またご視聴ください。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。